ありがとう生態の平野です。先日ですね、ネットを見てたら、お笑いタレントの、ライタヒカルさんでしたかね、どうでもいいですよって人だったと思うんですけども、不妊治療、その前になんか、大きな病気をされて、それと並行して不妊治療に、300万以上ね、かかりましたということを、ね、告白されていました。で、今日ちょうど、夕方のニュースで、不妊治療のね、その、今、自民党の、ね、総裁選、総理大臣をね、決めるのに、不妊治療をね、こう、無料化しましょうみたいな話が、出てきてるんですけども、50%何の人が、100万円以上ね、つぎ込んで、頑張っているという話を、聞きました。当院ではですね、昔から、なかなか子供さんができないという方はね、こう調整していく中で、解任されたというね、私由来の、お子さんがね、結構、ね、いるんですけども、赤ちゃんが、できたというね、ことが多いんですけども、その自然、もちろんね、自然妊娠が一番いいと思うんだけども、例えば、その人工授精するときにですね、なんか、こう体の、やっぱり、歪みを取ったり、内臓がね、あったかくなるような形をしていくと、そうすると、なんか卵がね、今まで1つしか取れるか取れないかだったのが3つも4つも取れるようになっただとか、着床率だとかいろんな問題で、やはりこう、その人工受精っていうのもですね、こうやっぱり確率が上がるのではないかなっていうふうに思います。ですから、私が、言うのはですね、お医者さんとちょっと違うというか、その前にですね、やはり体の歪みを取ったりですね、体があったかくなるように、特に子宮が今かなり冷えていると思うんで、ちょっと例えば塩分をね、少し多めに取るだとか、ここの動きをね、骨盤の動き、そして肋骨をこうしっかり動かすことで、酸素がいっぱい入ってきて、脳に、酸素が行って、そして、脳下垂体とかもホルモン系で関係していると思うんですけども、そこに、しっかり血流がね、回って指令がうまく届くようになれば、確率は上がるのではないかなというふうに思っています。お子さんがね、こう欲しくて、いろいろチャレンジするけども、お金がどうしても足りなくて、本当に1年間しっかり働いてそれをつぎ込んで、毎年試してますみたいなことをね、言われてる女性もいましたけども、それもすごく重要だとは思うんですけども、その前にですね、その、受精しやすいような、自然体というものをね、作られるといいのではないかっていうふうに改めて思いました。そんな感じです。